はい、どうも中村です。メガドライブミニ発売おめでとうございます。ね、ちょっと設定、HDMI の分配に超手間取って、まあ、スイッチの HDMI 結局ぶっ刺したっていう感じでやっと繋がったんですけど、ね、皆さんいろいろやりたい、やるやつ、最初にやつやるでしょうが、まあ、僕らはもう普通にシューティングとか行かずにもう、ね、ストリートファイターで行きたいと思いますよ。誰やつやりたいんですけどね。ストリートファイターで、ね、このシャラピンのスタートね、この新しいコントローラーでスクリューを、立ちスクリュー出るのかという、綺麗ですね。 HDMI さすが。でも個人的には PC エンジンでストツーダッシュ出てるんで、スーパーの方がなんか差がついてよかったかなと思うんですけどね。ダッシュプラスですよ。ダッシュアッパーみたいな出ればいいな。でこのエキサイトモードでも、まあ、あれこれコマンドじゃなかったっけ、ターボのモードですね。ストツーターボ、あのスーファミマのターボっぽくできるっていう、まあ、とりあえずダッシュできます。グループバトル気になるな。あれスタート。うわドットきつい。残業だね。うわーこれちょっと画面でけえつうか、あーむずいぞ。チュンリーガチ殺し来るんですよね。あっ出た出た、はい、これ続き一発ピューリーあったっけ、ん、あれ X スーパーとかかな、あどうでも続きありますね。一発ピューリーやんけ、スクリューも出るやんけ、これはいいぞ。いった、ひよらない、ひよった、スクリュー OK、意外と出ますね。結構グニグニにほぐしたやつじゃないとスクリュー出にくいんですけど、まあ、ゲームスピード遅いんで、この調子でいければなぁと。ザンギーのタイツが黒っぽく見えます。緑だったよね。ん？緑だよな。タチスクリュー合戦行きましょうか。おい意外といけますね。あらららら、ストエックスだとスクリュー、コンピュータースクリューいさせてくんないんですよね。激強なんで、この頃はまだスクリューに対してそんなえぐい設定ないですね、まあ、出せなかった前提みたいな。おお、でもこの頃は初代で投げはめが横行したんで、オート投げ返しみたいな感じで、中途半端に技重ねると、おい！やばいやばいやばい。あうわー、それだ！
危な。最後に最後にタッチスクリーンじゃねえ、バグルでスクリーン出てラッキー。こいつらはいいんですけど、ナルシウも普通に飛び込めばいいよかったはずだから、問題はガイルとか天皇ですね。あれ、ちょっと大パンチ出にくいような気がする。ジャンプ大ピンチですね。これどうするんだっけ、立ち打ち2ヒットですね。はい、あとはね、この駆動リュウは最初に絶対下がるんで、ここで、あはは下がって波動拳を積んで、そこにスクリューを入れるのが、相手で。おお、これはちょっとむずいぞ。リュウの飛び蹴り足払い相当強いんで、危ないです。おお、あちゃ投げだ。どうしよう、ちょっと前歩きからスクリューパッドだと厳しいな。なんやのそれ、ジャーマンじゃ。無駄に投げが豊富なんですよね。サンダーファイヤーパームとかジャーマンとか。なんでその理論でいくと最初投げれる、あぶね。おお、今勝利券間に合う。ブラリでも良かったんですけど、ちょっとひよっちゃいましたね。つえ。じゃあジャンプ波動拳超えるのがつれ。さすがダッシュ。ホンダどうやるんだっけな。多分飛ばせて落とす系だと思うんですけどね。これちょっと待って待って、これ続き出さず負けるな。スーパー続きなんですけど、よし、ちょっと怖いですが、ジャンプ大パンチで意味、あ、ジャンプ大パンチ、ただの立ち大パンチでちょっとお願い対空しかなさそうですね。だだだだだい。
お、来ますよ。ちょちょちょ、あ、いや、セーブしとくか。危な、このモードボタンがセーブなんだ。おお、わ、画面止まったかと思った。あー、ブランカどうだっけな、回り込んで投げだったような気がするんですけど。最初ガードが緩いんで、こう寄ってきたら追い払う感じで。回り込み投げしかないですね。トイもあるんで、ちょっとスクリューは厳しいです。でも最初寄ってくるんで、そこをスクリューで済んだっけな。おいでー、おいでー、あいだ、よし、パターン変わるんで、ほい、多分ブランカこの時点めくりないんで、回り込めば投げがほぼ確。対戦は知りませんが、あったな、こんなボーナスステージ。ありが、ああ、大キックにしときゃよかった。ガイルどうすんだっけな、多分飛ばせと落とす系だと思うんですけどね。バルシングフラット越し、わあ、さて我慢比べよっ。ちょっとまずいな、これ。ジャブジャブアッパーが来れば勝ちなんですけど、まあガードしていきましょうか。何来るかな。よし、ジャブジャブアッパー来たらひっくり返してが攻めパターンなんですけど、これですね、ジャブジャブアッパーです。続きません。
まあ、やばい。やばいやばい。あ、削る。あれ減る、あの体力。うわ。辛い。ジャブジャブアッパー。あー、今のスクリューできなかった、痛いな。ジャブジャブアッパー。あー、おお、さあ分かんなくなりましたよこれ。うわあ、さああと一発圏内。ええ、おお、危なー、サマー来てた、死んでた。運がいいな、今はやざっくりやられると思ったんだけどな。剣は勝手に暴れるんでぶん投げないんですけど、事故巻き込まれちゃったって結構アウトみたいな。ダイヤ足でしょ。はい、波動剣、波動剣、危ない今。あらららら、口だけ狙いましょうか。ざい、中継しろよ。フライングメイヤーさせてよ。よいしょー、あらら、とりあえずめくりだけはもらっちゃうんだなんす。うわ、よし、死んだ、つえー、視線の演出なかったんだっけ、ダッシュも。とかもうアメリカ出てるもんな。どうやるんやったっけ、下手したら死ぬからな、これ。飛んで、なんだ、ダブラリかな、落とすの。だいチョップかな、ちょっと怖いんだよな。あった、さて問題のバルログなんですけど、一回転ばしてでいいのかな。ちょ、頑張って続きで、えいえいえい、絶対2回でやったら戻ってんだよなこれな。ほら、だん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 間に合わないよ。わあ、三角飛び待ちですっ転ばして飛びかかる感じかな。一回転んでくれれば。ジャンプ蹴りが厳しいんで三角蹴り待ちですね。あら、万
爆転するんで、ずっと爆転するんで、ずっと端まで持っていって、ジャンプ攻撃して爆転させればいいですけど、パターンはまんなかった。起き上がり普通にガブしたね。全部爆転で避けるはずなんだ。怖いな。はい、こっから。ほい。あれ、ダッシュの時ってサガットの上タイガーってスカるんだっけ？初代は上下タイガーガードなんだよ。多分上スカしだけで勝てたはず。しゃがんどきましょうか。よし、最高なんだ。あーはー、開いて。危な。サンダーファイアパウのエアレモーション逆じゃね。なんでこっち向きに吹っ飛んでるの。まあ、いっか。やばいやばい。いいな。いやー。起き上がりがさ、起き上がりに足場を重ねるとダイパンに負けんだけど、なんでなんでダイパンがある方が有利なの。起き上がりにおかしいやろ、足場を重ねとんの。ベガはメガダブラリ待ちなんですけど、3つ同女子あとだと厳しいんで、もうほぼほぼ運ですね。多分飛び込みが甘いはずなあ。いっちゃほい。置き攻めはそんな強ないんで、コミックみたいに多分空中に続きバチコーンでいけたはずなんだよな。ちゃった。いれ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 。出たー、これは無理。作る狙いもよかったけどな、最高だと思ったんだよな。運ですね、ぶっちゃけ。歩いてこられたらもうほぼほぼ運です。投げ抜きあればな。お、投げれた。1回スクリュー入れば勝ち。逃げる。あ、大開始きた。うわー、これどうなんだ。投げでもない。まあいいや、勝った。
はい、というわけでメガドラミニスツーダッシュ、あーゴルビー、なんか動き怪しいな。ね、まあ、あの普通の実機のメガドラ版も動画として上げてみますんで、まあ、比べてみるのも面白いかもしれませんね。まあ、こうやって気軽にさっくり遊べるのはいいですね。そしてある意味こうメガドラのジャギジャギ音がないのはちょっと寂しいような気もしますけど、なんかわざとあの音にするモードとかないのかな。音いいな。音がいいな。はい、というわけでまたね、なんかやるかもしれないんでよろしくどうぞ。